実際に僕が使っていて役立ったスーパー8ミリフィルムのオーバーレイの素材をシェアしたいと思います。今回もプレミアプロとアフターエフェクトで紹介していくので、プレミアプロを使っている方は後半部分を見てください。アフターエフェクトを使っている方はそのまま進めてください。それでは実際にこの素材を使って作った映像があるので、そちらをご覧ください。どうぞ。I'm laying here in my bed, feeling kind of lonely. Whispers my heart. Whispers my sweetheart. 今回はこの素材の使い方と、あとはダウンロードの方法に関して説明していきたいと思います。まずこの動画の概要欄のリンクをクリックしていただくと、クリップスターが運営するセルフィーのページに移動します。そのページでまず金額を0円に指定してアドレスを入力して、そのアドレスに送られてくる素材をダウンロードしてください。するとこのようなファイルが手に入ると思います。ファイルの中身を少し見ていきましょう。まず3種類のオーバーレイがそれぞれ入っていると思います。あとは効果音、あとは説明書、取り扱いに関しての説明書、そして最後にトランジションなどで使えるフラッシュの映像素材が入っていると思います。一度こちらをご確認ください。ここまで確認できたらアフターエフェクトの画面に入っていきましょう。まずアフターエフェクトの画面を開いていただいたら、素材をタイムライン上に移動させてください。今回はこの素材に対してスーパー8ミリ素材を適用させていきます。まずダウンロードしたファイルを開いていただいて、今回は1を使ってます。バックグラウンドとオーバーレイを追加させてください、はい、続いてバックグラウンドと書いている方をタイムライン上に移動させます。この時素材の上に来るように配置させてください。配置すると分かるように、このままでは3秒になっているので、これを秒数を伸ばしたいと思います。伸ばし方はフッテージを変換を選択してメインで、ここのループを変更することによって秒数が変わってきます。今回は5としますが、ここは皆さんの素材によって変更してください。5とすることによって今3であったのがこのように5に伸ばすことができます。ここまでできたら、この素材は 4K の設定なので、トランスフォームのスケールで50でフルハイビジョンに変更させておきます。ここまでできたらモードを乗算に切り替えましょう、はい、ここまでできたら今と同じ流れをオーバーレイでも繰り返します。オーバーレイをバックグラウンドの上に来るように配置。このままでは3秒になるので、素材を右クリック、フッテージを変換、メイン、ループをここに切り替えます、はい、ここまでできたら 4K 設定になっているので、スケールを50に落とします。落とせたら次はモードをスクリーンに切り替えてください。これでオーバーレイとバックグラウンドが配置完了しました。彼の説明では 8mm のノイズが入っているということだったんですけど、ノイズが入っていなかったので、僕自身が使っている 8mm ノイズを使えるようにしたので、ダウンロードして使ってください。それを追加するとこのように配置されます。これをオーバーレイの上に持ってきます。持ってこれたら大きさをまず調整してください。大きさを調整できたら、モードをオーバーレイに切り替えます。オーバーレイに切り替えたら不透明度で調整します。今回は40ほどにします。これで完成となります。今回はあと一つシェアしたいと思います。こういった素材をよくスポットで利用するんですけど、その場合フルハイビジョンの映像とこういった素材をつなぎ合わせる、この部分に今回のファイルの中に入っているフラッシュが使えるので、そこの説明をしていきたいと思います、はい、ではアフターエフェクトの画面に戻っていただいて、今回フラッシュをこの部分とここに使いたいと思います。まずファイルを読み込むと、ここに表示されているように続いて追加します。タイムライン上に追加させたら、このつなぎ目の部分に移動させてください。移動できたら、このつなぎ目で一番白くなっている部分に移動させます。移動できたら、モードをスクリーンに切り替えてください。これで完成となります。あとはもう一つ、この部分に同じように配置させましょう。この素材ですね、をコピーして、
同じく一番白い部分で、一番白い部分をここに持ってきて、これでフラッシュの使い方は以上になります。フラッシュの使い方は素材のつなぎ目に持ってきて、一番白い部分を持ってきて、モードをスクリーンに切り替える。これで完成となります。今回は実際に僕が使っていて役立ったなと思ったスーパー8ミリフィルム素材のオーバーレイをご紹介しました。アフターエフェクトの人はここで終了になります。もしこの動画がいいねと思っていただけたら、いいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。はい、ではここからプレミアプロの人に説明していきます。まずプレミアプロの方は画面を開いていきましょう。プレミアプロの画面に入っていただいたら、今回使うのは1種類目の素材を解説で使っていきたいと思います。まずタイムライン上にこのように素材を配置できたら、続いてバックグラウンドをまず追加していきます。バックグラウンドをこのように追加できたら、 4K の設定になっているので、スケールを50に戻していきます。50に戻せたら描画モードを乗算に切り替えます。はい、同じようにオーバーレイもやっていきましょう。オーバーレイも素材にバックグラウンドの上に来るように配置して、スケールを50に切り替えます。続いて描画モードを、ここは乗算ではなくスクリーンにしてください。これでバックグラウンドとオーバーレイの配置の完了となります。あともう一つ、説明書には8ミリノイズが入っているということだったんですが、実際にファイルの中に入っていなかったので、僕自身が使っている8ミリノイズをダウンロードできるようにしたので、そちらを使ってください。こちらの使い方は同じようにオーバーレイの上に来るように配置させます。配置できたらエフェクトコントロールパネルでスケールを調整してください。スケールを調整できたら、続いて描画モードをオーバーレイに切り替えます。オーバーレイに切り替えたら、最後不透明度を調整して、これで完成となります。ここの値に関しては皆さんのお好みで調整してください。以上で使い方の説明を終えていきたいと思います。今回はあと一つシェアしたいと思います。こういった素材をよくスポットで利用するんですけど、その場合フルハイビジョンの映像とこういった素材をつなぎ合わせる、この部分に今回のファイルの中に入っているフラッシュが使えるので、そこの説明をしていきたいと思います。はい、ではプレミアプロの画面に戻っていただいて、ファイルの中に入っているフラッシュの使い方を最後説明して終わっていきます。フラッシュの使う場所なんですけど、この1種類目の素材と2種類目の素材のつなぎ目、ここの部分と2種類目と通常の画面のつなぎ目、ここの部分にフラッシュを適用させていきたいと思います。使い方はすごくシンプルで、フラッシュをまずタイムライン上に移動させます。つなぎ目の部分ですね、今回のつなぎ目はこの部分になるので、ここにフラッシュを持ってきます。フラッシュの一番白くなっている場所ですね、この場所がフラッシュが一番白くなっている場所、ここに配置させたら、エフェクトコントロールパネルの描画モードをここをスクリーンに変更ください。はい、これでこれに完成となります。もう一つ最後にここに移動させます。これを複製して、同じように一番白くなる場所で、ここが白くなっているので、この場所で切り替える。これでフラッシュの使い方は以上になります。これでプレミアプロも完成となります。今アフターエフェクトとプレミアプロの使い方をご紹介しました。今回の動画はここまでです。もしこの動画がいいねと思っていただけたら、いいね、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。